2010年バレーボール男子世界選手権は2010年9月25日から10月10日にかけてイタリアで開催された第17回バレーボール男子世界選手権。出場国は24カ国。イタリアでの男子大会開催は1978年大会以来8大会ぶり2回目。2008年11月29日から2009年8月30日にかけて 国大陸112カ国による大陸予選が行われた。22カ国が本選出場権を獲得し、予選を免除された開催国イタリア、前回優勝国ブラジルの2カ国を合わせた24カ国の出場国が決定した。カッコ内は FIVB ランキング2009年10月28日。 ローマのアウディトリウムパルコデラムジカのペトラッシホールで組み合わせ抽選会が行われ、1次ラウンド出場24カ国のグループ分けと対戦カードが決定した。1次ラウンドから決勝ラウンドにかけて、ミラノ、アンコーナ、カターニア、フィレンツェ、モデナ、レッジオカラブリア、トリノ、トリエステ、ベローナ、ローマの10都市で競技が実施される。2010年男子大会は、 総当たり戦による1時ラウンド、2時ラウンド、3時ラウンド、トーナメント戦による決勝ラウンドの4段階で競技が進められる。決勝ラウンドへ進出できるのは出場24チーム中12チームである。イタリア放送協会がホスト局を務め国際映像の制作に当たった。ありがとうございます。